カラーインデックスには様々な染料、顔料が分類されている。カラーインデックスは英国染料染色学会と米国繊維科学技術、染色技術協会によって共同で存立されているデータベースである。6000種類以上の色素、着色剤及び関連化合物について、紅葉や色合いに基づくカラーインデックス名と、化学構造に基づくカラーインデックス番号が 与えられ、それらの商品名、科学的性質、製造法などが掲載されている。なお、色素メーカーなどの観光物やウェブサイトを見ても、わかるように、正式な英語表記が日本語圏でも多く用いられる。ほぼ同一の物質であるが、体温や結晶構造などが異なるものが再録されている、場合は、カラーインデックスジェネリックネームの後ろに、コロンと数字をつけて区別する。 例えば、カラーインデックスジェネリックネーム、ピグメントブルー15には、他に15、1から15、6までの6種類がある。1924年に SDC より第1番が発行されたが、この番では化合物に対して、カラーインデックス番号のみが与えられていた。1956年の第2番よりオットークが参加し、化合物にカラーインデックス名が付与されるようになった。 1971年に第3版が発行され、2008年時点では第4版がオンライン利用可能となっている。カラーインデックス名は、カラーインデックスジェネリックネームの日本語の通称で、紅葉、色合い、番号で構成されている。例えば、CI ピグメントホワイト1のように、CI の後に紅葉と色合いを続け、末尾に番号が綴られる。紅葉には、 フードナチュラルなど数種類がある。同じ化合物であっても、複数の紅葉がある場合は、複数のカラーインデックス名を持つ。例えば、インディゴは、CI バットブルー1及び、CI ピグメントブルー66の2つに登録されている。色合いは、イエローオレンジレッドバイオレット、ブルーグリーンブラウンブラックホワイトメタルの、計10種類に分類されている。ただし、ホワイトとメタルは、 ピグメントのみである。またこのうち、原色は、イエローオレンジレッドバイオレット、ブルーグリーンの6つのみである。紅葉のうち、フルオレッセントブライトナーやデベロッパーなどには色合いは指定されていない。カラーインデックス名の番号は登録された順序に従うため、基本的には小さい数字のものが古いことになる。CI ピグメントホワイト1は円、パ白。 CI バットブルー1はインディゴであり、伝統的なものに小さい数字が当てがわれている。ただしこれは形式的なものに過ぎず、実際には厳格に登録順に番号が当てがわれるわけではない。カラーインデックス番号は、カラーインデックスコンステ s t i t u t i o n n ーの日本語の通称で価格構造によって区分されている。つまり、ピグメントブルー15という文字列を含むものは、 合計7種類ということである。A. アベル、ザニュカラインデックスインターナショナルオブピゴメンツソルベントダイジャーナルサーフェスコティングスインターナショナルパート B コティングスプランザクションス八十一七から八十五 doi 十点一 B.F. レイ二六九二三三ハットカラインデックスヘリテージエディション ハット AB カラーインデックスインターナショナル。フォースエディションオンラインハットクレイ p ピー MN ダーモットジースプロフェッショナルオカルランツ。ドキュメントポアールマザンジュトラバー UTA71。ありがとうございます。